はいどうも。いや今日はね本当にやっていくんですけど、今日は京都でやっていきます。さあね、今日は何やるかっていうと、いや新キャラでもうみんなドフラミンゴ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 言いすぎ。本当にこっちにも注目して本当にやっていくよ。そしたらこっちにも注目してやってほしいんで、じゃあやっていこう。マジでやっていくぞ。えいえいおー。はい、じゃあやっていくんですけど、皆さんお願いします。はい、5番さんお願いします。7番さんお願いします。8番さんお願いします。はい、続いて相手方も1番さんお願いします。2番さんお願いします。3番さんお願いします。4番さんお願いします。とやっていきますよ。いや本当にみんなドフラミンゴドフラミンゴ言いすぎじゃない。いや正直こっちでも注目して、本当にマジでこっちもめっちゃ強いからということを今から僕が証明してますんで、さあやっていこっかな。本当にマジで強いよ。はい、よろしくってことで、まあ、基本スキルが強すぎるんで、まあ、キングコングガンの、まあ、攻撃力アップと、まあ、火力が高すぎるってことでやっていくんですけど、うわ誰も来ない、ゲッターがマジ。じゃあ俺が行くわ。はい、まあね、ここはやられてってもいいです。はいはいはい、しょうがないんで。1対2なんで、多分ここで回避してくるキングコングガンで終わり。まあここで一歩終わり。まあ向こうはフロジマゼロなんでね、一回スルーして形勢を立て直してからこのスキルで終わり。はい、無敵入ってた、ごめんなさい。はい、ごめん、いいとこ取りはごめんって感じで、はい、どんどんやっていきます。どうせここでスキル使ってくる。オッケー、ナイス。敵が一人ここにいた。いや本当にね、普通に単純で強いんだよね。あ、今のうち7いっちゃおっか。あ、やられた。あ、もういいや、裏取りしちゃおう。いやごめん、本当にこういうことやるべきじゃないけど、裏取りって実際今この場面やるべきじゃないけど、まあローに移動させられたらもうやるしかないよね。正直向こうも HP の考え見て、多分戻ってくる人があんまいないから、多分今復活してきた人が出てくるんだけど、まあ間に合うしこれ多分。はい、オッケー。何が復活してきた。あ、ウソップね。ウソップだったら大丈夫かな。ここで回避したらもうこれで終わり。いやマジでこれが強い、単純で強い。まあ少し回復しとこうかな。まあ HP、 誰が復活してきた。あ、ナミか。ナミでも勝てるかな多分。あ、やばい、これはね僕の PS のなさが出ましたね。ちょ、クモね意外とうざい。普通にナミは本当にめちゃめちゃ強いんだけど、使い手によるって感じがでかい。まあ、何でもそうだよね、使い手っていうのは大事で、どう立ち回るかが本当に大事。 OK、 これ吹き飛ばしてく。ごめんなさい。いやマジでね強いこれ。いやまあドンマイって感じでしょ。これは結構仕事十分したんじゃないですかと思ったけど、意外と劣勢だね。ちょっとまずいね。まあまあちょっとまずいということで、まあ、ここをうまくカバーして取る。でここでまた C を取る。向こうが B 行ってくれたんで、まあ、ここは多分簡単に安牌で取れますね。はい、ここでまあね、 OK。いや強いね、マジで強い、ありがとうってことで。はい、2戦目やっていきます。はい、じゃあね第2戦目やっていくんですけど、はい、今回はね相手赤属性、いや青属性が少ないということで、まあちょっとは不利なんですけど、まあそこでも覆していくのが強いキャラということでやっていきます。いや普通にね強いんだよ、本当にみんな分かってくれよ、分かってくれ。はい、今何のシーンか分かったか、分かった方コメントお願いします。はい、皆さんお願いします、お願いします、お願いします。はい、相手方もお願いします、お願いします、お願いします、お願いします。はい、じゃあやっていく。普通にね相手強いんで多分、さあやっていくんですけど、まあ保険をかけていきながら戦っていきます。僕はそういうプレイスタイルでやります。待って、ゾロさんが動いてない、7番さん動いてない、頑張って。よし動いた。うーん、なるほどね、まあ、2年後ルフィはマジであのスキルだけが厄介。まあ、だけどここは果敢に攻めていく。
まあ、多分最初あのレッドホークが出てくるんで来なかった。これ次回避するんで絶対。ここで回避してこれで終わり。でここにも連れてる人がいる。まあ、これが強い。相手のエリアにいると特性で攻撃力が上がるんですよ。まあさらにそれがプラスで強いのが、多分相手スキル使ってくる。おっと味方に頼もしい方がいた。ここでスキル、いや強いね本当に。空島ゾロだけ気をつけておけば本当にやっていける。おっとそっちじゃない、そっちではない、いやそっちじゃなかったな今のは。まあ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 、本当に空島ゾロ叩きたい時にこういうことが僕はあります。 PS の低さが現れてますね。まあ今回はねバウンドマンルフィを使っていくということでエネルは使いません。いや僕実はエネルが一番好きなキャラクターなんですけど、なぜか魅力的なの分かりますかね。やっぱゴロゴロの実っていうのが圧倒的にかっこよすぎる。ここで多分回避誰かしてくるんで、してこないですね。当たっちゃったよ、やべえ先般だこれ。結構ここで回避してくるの待って、回避してこなかった。相手は上手い方だ。まあこれ KO していく。 OK です。いや今回ね全然上手いっていうわけじゃないんだけど、いた、まだ生き残ってたか。いや結構先般ですね。ミカさんとフラミンゴさんが結構頼もしい方なんで今結構やってきますけど、意外とピンチですねこれは。やばい A 取られんのに、これ俺これしっかり守っていく。ジャスカイからの当たってかない。いやマジか、やっぱスキルがこれ無敵が強いんだよね普通に。いやここは俺が守んないと、助けていっていとこ。ありがとうじゃない。まあ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 勝てる勝てる、ジャスカイしてく。オッケーオッケー、スキル使ってく。え当たってない、ナイス味方ありがとう。ということで、いや本当に今回強さ結構分かったと思うんだけどねこれ。普通に強くない、ぶっ壊れって言ってもおかしくないよ本当に。オッケーナイス、ありがとうございます、ありがとう。ということでごめんじゃない、スタンプ間違える。あれもね今回の動画でいかに強いかが分かっていただけたと思うんですけど、まあ悪いところも露呈してしまったのは自分のミスなんですけど、いや普通にぶっ壊れでしょこれ。いや本当に信じてくれよ、あーあーって感じなんですけど、すいません、ありがとうございました。ドフラミンゴ確かにバケモンです、だけどこっちにもフィーチャーしてあげてください。じゃあ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 、ぜひよかったらチャンネル登録と高評価よろしくお願いします。ぜひよかったらでいいんでよろしくお願いします。バイバーイ。